皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。今回は次のボスに向けての準備をするよ。前パートのボスは近接武器で楽に倒せたんだけど、次はかなり厳しいので新しく武器を作るよ。素材は集まってるしね。じゃあ、キーとなる武器を買ってこようか。この前の戦いで、NPC が一部死んで宝買えなかったんだよね。これこれ。これを買って強化するよ。早速強化しよう。あったあった。じゃあ、強化するよ。この武器は 50% の確率で弾を消費しないんだ。これがあればこの先はなんとかなるよ。さてと、武器は作ったし今度は防具だね。使う武器は遠距離武器だけど、近接防具を作るよ。やっぱり防御力が一番だね。よし、作ろうか。この防具はアダマンタイト防具の強化版みたいな感じだね。この防具もなんかブレて見えるね。落ち着かないからまた亡霊衣装をかぶせておくよ。遠距離攻撃強化のエンブレムもあるし、これで攻撃力をカバーするよ。防御力も安定したし、あとは銃弾作成だね。とりあえずこの銃弾を作るよ。これは着弾すると分裂して追加ダメージを与えるよ。まあ、相手が大きくないとあんまり意味がないけどね。他の銃弾も作りたいから、あとは洞窟探検をするよ。というわけで、深紅の地の地下に来たよ。今はお目当てのモンスターを探してるんだけど、なかなかいないんだよね。お、見つけた。このモンスターは防御力を下げる攻撃をしてくるよ。厄介だけど、倒す価値は十分あるんだよね。これこれ。これをたくさん集めてから帰るよ。集まったから作っていくよ。この銃弾は着弾すると、モンスターの防御力を下げるんだ。結構強い銃弾だね。さてと、準備は整ったし。ボス狩りの時間だよ。じゃあ、必要なアクセサリーを準備して。じゃあ、ボスを呼び出そうか。というわけで、ボス戦双子です。名の通り二つの目玉のボスです。一つは緑の火の玉で攻撃し、もう一つはレーザーで攻撃します。レーザーは動き回っていればほとんど当たらないので、火の玉だけに注意します。とまあ、こんな感じかな。このボスはやっぱり動いた方が戦いやすいかな。それに火の玉で攻撃する方を先に倒した方が楽だと思うよ。話しているうちにもう半分になったよ。やっぱりこの武器の連射力は強力だね。ここからがちょっと大変かな。第二形態になると火の玉がブレスになって、それが終わるともう突進をしてくるよ。避けるのも一苦労だよ、まったく。でも、もうすぐ倒せるけどね。この目玉さえ倒せば、あとはおまけみたいなものだよ。もうそろそろ倒せるかな。そうだ、せっかくだし他の弾も使おうか。お、黄色くなった。あんまりわからないけど、防御力下がってるのかなこれ。お、一体倒せたよ。よし、あとはおまけだけだね。とりあえず、戦闘広場に戻るよ。じゃあ、片付けようか。この目玉の第二形態はレーザー連射をするだけで、避けるのも楽なんだよね。そろそろかな。うん、第二形態になったよ。あとはゴリ押しで終わりだね。うん、レーザー攻撃外れまくってる。これだけ準備をしっかりすると楽だったよ。というわけで、撃破。よし、アイテム回収しよう。
落とすアイテムは前のボスとほとんど一緒だよ。そうだ、魂を取り忘れてたよ。あのアイテムは重力で落ちないから、倒した場所を覚えてないといけないんだよね。どこだろう。お、あった。よし、これであと一体だね。じゃあ、もう一体ちゃちゃっとやるよ。というわけで、ボス戦スケルトロンプライムです。単純に言うとスケルトロンの強化版です。頭と個性的な腕が4つあります。まあ、腕が何本あろうが頭さえ潰せば勝てます。腕は近距離、爆弾、レーザーと攻撃方法が増えました。それに、朝になると瞬殺されるので基本的に頭狙い一択ですね。こんな感じかな。火力不足だと削りきれないから、やっぱり準備は欠かせないよ。頭を狙うのが一番なんだけど腕に結構当たるんだよね。それによく動くし。時間が結構かかったから倍速するよ。頭が回転するときが一番攻撃が当てやすいよ。このボスもレーザーは気にしなくていいし、爆弾も地面に当たらないと爆発しないから、近距離攻撃の腕だけ気をつければいいよ。体力もだいぶ削れたね。あとはこのままゴリ押しでいくよ。木の足場は爆弾が爆発しないで通り抜けるから安全だよ。よし、もう一息で終わりだ。よっしゃー。やっと終わった。というわけで今回はここまで。次回はジャングル探索かな。では、ご視聴ありがとうございました。